最近楽しいこと何にもねえな。なんかねえかな。だったらボトルバトルしようぜ。つまんねえこいつと遊ぶ。ボトルバトルスタート。どうもペットボトル、キャップ革命ボトルマン非公式青年大使ミスター K です。青年大使とか宣伝大使です。青年宣伝大使です、お久しぶりだね。なんだよお前。いやー遅くなって申し訳ない。ついにあのボトルマンが手に入ったからやってきちゃったよ。え、何ボトルマンって。ボトルマンってまず何。ボトルマンっていうのは、まあ、以前紹介させてもらったんだけど、タカラトミーさんから出てる、新しい子供向けのおもちゃでして、昔出た、ビーダマンを飛ば、ビーダマンを飛ばす何言っちゃいましたね。下手だなと思ってこんなに喋れないのこのビー玉じゃなくて今はキャップを飛ばすボトルマンっていうおもちゃが発売されてるんだ。ええー、知らなかった。そして知ってるやろ前やってんから。知らなかった。そんなあったんだ。今回持ってきたボトルマンがこれだ。ああ何も見えないよ。うわこれがミスター K の力だよ。今回紹介するボトルマンはボトルマンナンバー001コーラ丸だ。おー、もうこれはね前回 の動画でも紹介させてもらったんだけど、もうザ主人公が使うボトルマンだ。スーパーパワータイプのボトルマンだ。え、あのさ今までのは飛距離型と、あ、じゃあちょっと持ってきていいか。あ、よいしょ。いや、やれよこれ。やれや。ちょっと持ってきていいか。これやれよこれ。この3体だな今。うわすげえじゃん。こっちから。え、なんかやれや。何が？何が？ああ。おお大丈夫か。この少年の力、俺の目が取れるほどのボトルバトル力、こいつにどの少年こいつにボトルマンを紹介するしかない。まずはボトルマンナンバー003玉ロック。こいつは以前紹介したようにコントロールタイプだな。このバレルが狙いを定めて、でここの穴からな、あのこうやって見るっていうやつだな。しょっちゅう腕取れるやつな。そう、いやそんなもんだよ。あれは使う人が悪かっただけだ。マジで。でこれがボトルマンナンバー002アクアスポーツ。これはもう見ての通り連射型だな。で今回ボトルマンナンバー001。全然喋れないじゃん。もうこれはもう言わずもがなんですよ。強いの。強いよ。なんと今回のやっぱ前も言った通りパワータイプ、この翼のパーツのおかげで、もうこうだな、わかるか。絞れんの。世代の人はわかるんじゃないか。締め打ちです。もう打てないぐらい締め打ちできる。そのダメだ。もう全然出ないよってぐらい。じゃあ重めのペットボトル召喚するか。いけんの。何してんの。もういいってもういいってよお前。アクアスポーツだともうパワー全くないから。これよ、ただもう主人公のコーラマルはすごいですよ。締めちゃっていい。暖房の音やって。閉めちゃっていい？
テイク、テイク2。テイク2っすいくよ、うん、まあまあ、あ、当たれば、当たればね。当たれば。面でね。死ねー死ねえ死ねえお前死ねすぎて全然打てねえこいつ壊れた壊れたあ、違うわ死ねすぎてキャップが変形したわかるかな早く打てやいやわかるかなとか早く打てよこれはまだコーラ丸の本気見せる時が来たか。行くよ。ダメだ。キャップじゃ飛ばねえ。壊れるすぐ。俺の力が強すぎて。このじゃあもういつもさ、そのなくすの嫌すぎて飛ばすのやめたんですけど、この公式のキャップ打ちますわ。圧倒的に硬いんですよ。あ、それじゃん絶対。いきます。ボトルバトル。それ一回だけじゃん。行くぜ。まあ当たればの話だけど。ちょっと水を入れすぎました。水入れすぎたからそれはちょっとね。この動画見た人は、うん、ボトルキャップボトルキャップマンやめようって思わない。大丈夫。ちょっとねあの重りの重さには気をつけてください。いや絶対こっちも強くない？いやいやこっちだよ。というのもですね。まあ、今回こうやって3つ紹介させてもらった3つっていうかコーラ丸紹介させてもらったんですけど、うん、実はもうミスター系終えてないです。ボトルマンえ終えてないというかもう前コーラ丸が人気すぎて買えなかったって言ったじゃん。今人気すぎて買えないの3つあります。ええー、はい何1個がコーラ丸と同じパワータイプのワンダーグレープ、うんこれはファンタグレープ？そう。あこいつはね、うん、もう特殊なすごい。いつもこうこのキャップをこう投げてるけど、うん、こうなの。はい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 。そう。そう。だからもうパワーがね、おのずとその回転がかかるから。ああなるほど。そう強くなる。こう。あと2つが風神ブラックと、うん、ライジングミルクっていう2体。うんうん、これがいるんだけど。なんとこの風神雷神合体します。おお合体合体します。だコントロールタイプの、風神ブラック、うん、連射タイプの、うん、ライジングミルク、うん、この2体を合体できる。したら龍神ブレンドラゴンになる。ブレンドコーヒーです。なるほど、はい、そうだよね。だってこれを混ぜたってことだよね。そう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 。でもさ、うん、この上の部分をさ、うん、こっちにつけたら一緒一緒。ただ今回の、風神雷神にはそれ用の強いキャップがついてます。どういうこと？風神ブラックにはパワーキャップ、メタルキャップみたいな。重いの？重い。手中に鉄がちょっと入ってる。ずるいじゃん。いやそれはもう公式だから。へえー、で、ライジングミルクにはスピードボキャップみたいな軽い。うんうん。でその合体したら
2つ同時に打てるんだもん。で、スピードキャップ、メタルキャップを同時に打つと最強らしい。早いのと遅いの、でも遅いの前だったら、うん、じゃあ早いのが前、早いのが前、遅いの前だったらさ、うん、でもそこだけ間違えんだよ小学生のみんな。みんなにみんなに言ってるよ。みんな言ってたな。でも本当ね、これででも一旦ね、その一期というか終わりらしいです。え、アニメとかそう、アニメとかやってんだけど、ああ、そのとりあえず今これが一人目のボスらしい。こいつ倒したらどうなるのか。まあ、じゃあ後々、うん、あのワンダーグレープとかも仲間になるんだかもしんないね。ああ、ワンダーグレープがね、そこまで見えちゃうのよな。いやでも本当にもう想像つかない。皆さんぜひタカラトミー公式のアニメ見てください。見てる？まだね、終えてないですね。終えてないってことはずるいな。ずるいや。やっぱでもそもそもね、公式に今いるのよ、このこれの上位互換が。デュー山本が、その人がいる限りな、うん、俺が無理なんだよ。めっちゃ前なんとか温度、いつか俺はオファースタにこのこれで出よ。ミスター K として出ます。定まってなさすぎるでしょ。俺として俺として出ますんで、みんな分別はちゃんとしろよな。帰れー。ベンベンだな。だな。